中に埋もれた本質を探す本質研究部イエイ。はい、今回は3人目の、ゲストをお呼びしております、広島隆二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ら、多分ご存知だと思うんですけど、プロゴルファーなんですけど、ゴルフとかってやったことありますか？ゴルフは一応、結構昔なんですけど、本当にもう5歳とかそれぐらいに、ちょっと祖父にちょっとなんか連れて行かれたみたいなことがあったぐらいで、一緒に練習ちょっとしたぐらいで、それ以来はもう関わってなくて。なるほど、はい、じゃあ1回とか本当に1回とかそれぐらい。記憶あります？記憶ほとんどないです。ですよね。周りのおじちゃんがなんか寄ってきたぐらいだ。あ、本当にそれぐらいしか覚えてなくて。子供はすごい目立ちますからね。なんかそ、はい、じゃあそれ以来、うん、これからなんかやりたいとかありますか？いやでもやってみたいですね、やっぱり。それこそ昔の記憶があんまないんで、そこで、なんかじゃあ今は記憶、大人になってやってみてどうなのかな。すごい楽しそうだなと。ありがとうございます。ぜひ、はい、もしお時間取っていただければ、はい、行きましょう。一緒に。いやもうぜひ行きたいです。またその時も、はい、はい、動画撮りながら、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、はい、じゃあでは早速ですね、今回のテーマに移りたいと思います。はい、はい、今回のテーマはこちらです。働き方の本質。はい、はい、ということで、いいですね。はい、はい、まあ、今回の、ゲスト広島隆二さんに、はいはい、軽く自己紹介をしていただいて、はいはい、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ改めて、はい、今東北学院大学4年生で英文学科に所属しています、広島隆二です。現在は株式会社プレジっていう会社を、まあ、その一緒に立ち上げまして、はい、でもう一つ学生団体、キャリア支援団体の人色っていう、まああのまあ、団体の代表をしています。すごい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。学生さん、はい、学生で、あ、4年生4年生でありながら株式会社を共同で立ち上げられて。そうですね、昨年株式会社、東北大学の4年、あ、まあ、そうですね、東北大学の人を立ち上げて。マジですか？はい、もし、な、じゃあなんで立ち上げようと思うか、なんかあるんですか？はい、なんで立ち上げようと思ったかっていうと、まあ、去年それこそ僕が3年生の時に結構ちょっと様々な活動をしていたというか、まあ、本当にいろいろでピッチだからピッチアイクやったり、フリーリハブやったり、イベント立ち上げたり、まあ、普通に参加したり、営業をしたり投資したりとかいろいろやってる中で、まあ、本当にいろいろやってみて、でやっぱ3年生だ、なんか就活しなきゃいけないなみたいな、なんかすごい嫌な感覚、就活って嫌だなみたいな感覚があって、じゃあ就活をまず回避するにはどうしたらいいかなっていう考えから先に来て、でじゃあまずいろんな人に会ってなんかどうしたら回避できるのか聞いてみて、そしたらなんかあれ、なんか今もしかして就活より大変なことしてるんじゃないかなってなってしまって、まあきっかけはそうですね、まずやりたくない、さあどうしようから始まって、就活を回避しようと思って、はいはい、いろんな方に話を聞いた、はい、どういった方に話を聞いた？本当に社長、基本的には社長とか、まあ、あとは専務、常務とか、うん、本当に上のクラスというか、そういう人に、まあ、はいはい、電話でアポイント取ってみたりとか、あと知り合いのつてで聞いてみたりとか、はいはい、多いですね。なかなかいないんじゃないですか、そういう学生さんってあんまり、はい、なかなか大学の中で起業された方とかにいらっしゃいますか？起業、そして僕の一個上でそれこそ学生起業家と言われる方がやっぱり僕の身近に一人いたので、まあ、何してるか正直知らなかったんですけど、はい、まあ、そういう方一応一人、まあ、話したことあるんですか？結構仲は良かったんですけど、あ、まあ、プライベートの話しかしてなくて、ね、あ、でもやっぱりそういう近くになんかそういう存在がいたんですかね、はい、やっぱり大学に入ってからやっぱりそういう人が増えてきて、なんか本当に大学、まあ、2年生ぐらいまでは普通の学生というか、特に何をしたこともなく普通に過ごしてきたけど、たった1年で起業しましたみたいな、いろいろありました。面白いですね。はい、いやいや、すごい。その会社名のプレジ、はい、プレジってどういったなんか意味とかあるんですか？はい、
もともと事業、そのサービスとして、まあ、社長を対象というか、うんうんうん、社長と学生をマッチングさせるサービスっていうのを、まあ、ちょっと作ってて、うんうん、で、まあ、社長ってプレジデント、まあ、英語で言うとプレジデントで、はい、で、まあ、当時って、まあ、今も仲良くさせていただいてるんですけど、まあ、別の企業で、まあ、マナビっていう会社があって、で、まあ、そこの社長さんと仲良くさせていただいてたので、まあ、プレジデントでマナビで、まあ、なんか可愛くしようみたいな感じで、まあ、プレジって感じで会社名はそれで決まりました。じゃあもう社長さん向けにサービスを提供されて、はい、うん、事業としてはどういった内容になってるんですか？最初そのプレジの立ち上げの時は、まあ、社長と学生のマッチングって言ったんで、はいはいはい、ただなんか普通のじゃ面白くないっていうので、まずどういうのがあるか、まあ、みんなで探してみて、うんうん、でなんか流行ったっていうか、東京で一つあって面白いなって思ったのが、なんか焼肉を食べようみたいなやつがあって、まあ、そこのモデルをちょっと拝借して、僕らも社長さんと学生をつなげて、まあ、肉を食べて、でなんか社長の熱い思いを聞いて、なんか就活をするというか、なんか自分の考え方を変える一つの経験を積んでもらいたいなっていうので、最初そういう事業をしました。イベントなんですか？イベントですね。イベント的な、社長呼んで学生も何人か集めてみたいな。学生はまあただやっぱ少数に最初絞りましたね。4、5人とかそれぐらいで、はい、じゃないとなんかちゃんと話せるというか、はい、深く話したいなと思って最初はそこから始まりました。でそうやってこう、はい、社長と学生をつなぐっていう活動を今もされてらっしゃる、はい、社長と学生というか、もう今はちょっとシフトしたというか、まあ、単純に企業と、まあ、学生を、まあ、より深くなんか関わってもらうにはどうすればいいのかっていう方に今はシフトしてて、まあ、社長にこだわらずっていうのが今のスタンス。なるほど。なんかそういった意味でも結構変わられたってことですね。やってることも結構変わった。やってることもそうですね。その最初の時は焼肉を食べようとかだったんですけどまあ今は結構ウェブサービスを作りながら、まあ、なんか記事を作って、まあ、優秀な学生と、まあ、優秀な学生が欲しい、まあ、企業とつなげたりとか、まあ、あとは今そうですね、合同説明会とかもなんか結構手伝ったりとか、そういうことも今結構今幅広く企業様と、そうですね、幅広くされてらっしゃいますけどね、はい、なんかそれ今出たその、はい、ちょっと本質全然入れますけど、優秀な学生さんって、うん、はい、そのどういった人っていうか、その見極めるポイントだったりとか、はい、広島さんから見て、うん、優秀な学生ってこんなだよみたいな、もし何かあれば聞いてみたいなって言いましょう。そんなのありますか？優秀な学生の定義というか、そうですね、学生から見た、そういう、うん、なんかならではの視点が、はい、僕はちょっと聞いてみたいなと思ったんで。優秀、まあ、僕の基準というか、まあ僕が思う人は結構やっぱり何かしらイベントに出てる人で、すごく活発に話してる子はもうすごい やる気がある子だなっていうのは、すごくなんか優秀っていうか優秀になるって思ったりとか、あとは単純にやっぱ資格を持ってる人とか、なんか最近だと日本数学協会っていうか、なんかそういうのに、なんか最年少の、はい、多分東北大学に入ってる子がそういうのに入ってたり、それはやっぱりこういう存在がいるけど全然周りには知られてなかった、うん、そういう優秀な存在もいますし、難しいですね、優秀って何だろうって今思っちゃいました、ね、まあ、だからその辺が企業さんが求めてる人ってどういう人なのかなって今、なんか聞いてると、はい、うん、なんて言ったらいいのかな、その個性じゃない気がしたんですよ、純粋に。その日本のあり方なのかわかんないですけど、はい、その方の持ってるいいところを伸ばすっていうのは、うん、もう平均にしたいみたいなのがちょっとすごい感じたりとか、だから指示したことをできるが優秀なのか、うん、
指示した以上のことを自分の色を加えてやるのも優秀なのか、まあ、多分その見る人によって多分全然違うと思うのかなと思ってて、だから人事の人だったりとかのなんかその裁量というか、なんかそういうのも求められるんじゃないかなって、今本当にもう要は売り手市場でしたっけ、売り手市場ですよね、はい、だからまあその辺はどう感じますか、前より今の多分就活生とかを多分支援というか、はい、学生でありながら学生を支援してる立場だと思うんですけど、はい、前よりやっぱりそういうの感じます、就活しやすくなったとかなんかそういうのってあります、しやすくなった、まあ、僕がそれこそ10年前からやってたらもっと語れると思うんですけど、まあ氷河期って言われた時はやっぱり、うんうんうん、その方ともやっぱお話しさせていただくと、うんうん、今ってすごいいいよねみたいな、本当になんかやり放題じゃない、あの頃はもう、うん、もう笑うすがるようなみたいな、はいはい、今はもうそれこそ多少時期が遅くても取ってもらえるっていう風な環境ができてしまってるので、やっぱりそこは僕も感じてて、うん、なんかなんだろうな、もっと早くやった方が本質っては言うんですけど、もっとちゃんと見極めて会社に入らないと、それこそ今後自分の人生を左右するというか、仕事の時間ってすごい一日でも多いじゃないですか、社会人でも毎日が8時間10時間とか、そういうなんか膨大な時間を使うのに、なんだろう、その準備としてなんか就活っていうのをちゃんとやってないのは結構なんかおかしいんじゃないかなって僕は思います。僕もそれはすごく感じてて、どういった基準で皆さん企業を選んでるのかなって、僕も一つその選べるのは多くなったはいいけど、うん、どうやって選んでるのかってすっごい僕は疑問で、ちゃんとやっぱそこは考えるべきなんじゃないのかなっていうのを思ってるんですけど、なんかポイントとかあります選ぶ、いや難しいですなんか本当にどこを見てるのかなって、今の学生の人たちは最近だ聞くのは、その働き方で言うと、いや絶対週2日休みたいとか、給料よりもどっちだ、そういう面の方が今はなんか若者は見てるっていうデータも前見たことがあって、はい、ありますね、そういう感じなんですか。いやでももちろん一概には言えないんですけど、はい、もちろん人それぞれなんですけど、うん、僕のその身の回りの社会人はやっぱ週休2日、うん、これ欲しい、土日がやっぱ休み2日欲しいっていうから今転職したっていう人もちょっと身近には言って、マジっすか。やっぱダメだ、平日休みだとやっぱ周りの人と休みが合わなくて、そうなるともうやっぱ一緒に遊べない。仕事以外の時間の充実度がやっぱ測れないから転職するみたいな、まあ、給料も多少上がるしみたいなことも言ってたり、そういうのはどう思いますかね。別にまあそれ人それぞれみたいな感じで、なんかでも全然いいと思う。あと特徴多いのはそうですね、やっぱり転職を考えてその第一キャリア、まあ、ファーストキャリアを組んでるって人が結構多くて、何年目まではこの企業で、まあ、なんか結構力をつけるようにして、いやその後はじゃあ起業してみようだったり、東京に最初行ってで何人か働いたら仙台に戻ってこようって人も、まあ、僕の周りには何人かいるいますね。ずっとこの会社にいるつもりないですけど、うん、多い、結構多いなって思って、最近それはスパッと言っちゃうんで、ああそう、まあでもまあまあまあそれはそれでいいのかなと思うし、まあ、さっきのその、 仕事じゃない部分を充実させたいとか、はい、で休みが欲しいとか、そういう方もやっぱり話聞くと多いのかなっていうのを僕は正直思っておいたりしてて、自分が今どっちかというと仕事が楽しいというか、で好きなことがそのまま仕事になってる、でもやらなきゃないこともやってるけど好きなこともできてる状態で、なんか超充実してるんですよ。で別になんか私生活充実っていうか、そこだから嫌なことじゃないから、はい、そもそも仕事が、うん、だから僕の中での偏見かもしれないですけど、なんかいやいやもうやらない、うん、生きるために稼がなきゃないから、はい、やってる仕事をやってる人たちはそうやって私生活を充実させたいと思うのかなみたいな、お金の使い方含めてなんかそう遊びたいみたいな、うん、でもなんかそれも含めて今後の働き方というか、今後個性が重視されていく中で、なんか自分がやりたいことを分かってなくても、なんか
好きなことやりながら生きていろんなことをトライして生きていったらなんか勝手に道は開けていくんじゃないかなみたいな、なんかさっきの広島さんの話聞いたらいろんなことを多分やられてて今があるみたいなことを言ってたんで、それはもうあの、まあ、若い時だからなのかもしれないですけど、まあ、皆さんにもぜひやってもらいたいなっていうのがちょっと僕も思ってるんで、今高校に出向いてキャリアセミナーでちょっとお話をしたりとか、僕らもね結構いろんなことをゴルフしかやってこなかったんですけど、今すごいいろんなことやってて、やるとね楽しいし、見えなかったことも見えてきたりとか、いろんな最近だからゴルファーなんですけど、ゴルフ以外の方とめちゃめちゃ知り合えるんですよ。それがすごい楽しくて、やっぱでもこうやってイベントでまず会ってみて、プロゴルファーだけどなんか YouTube やってるなんかすごいことやってるみたいな、こういうのにも来てるんだって思ったのがやっぱ、ありがとうございます。すごくびっくりしました。お話できて嬉しいです。こちら。ちょっと本題にというか、まあ、今ちょっとさらっとだいぶね、もう今はちょっと深い話ができたのかなって。今そのプレジーズ、株式会社プレジーをやられて、他にもう一個人いる？そうです。学生の学生団体です。そちらも運営されているというか。そうですね。それはいつからなんですか？学生団体の運営は、まあ、僕が立ち上げたとかではなくて、まあ、今年の、まあ、大体3月ぐらいですかね、まあその人色今できたのは結構大体 2,3 年前ぐらいで、人色今僕らが運営してるから2期で、昨年度が1期 でその前に0期っていうのがあったんですけどまあその昨年度の1期から、まあ、引き継ぎがされていない状態で、まあ、その年度が終わってしまって、でちょうどその頃それこそ社長さんと僕お話しするって言ってたんですが、そのつながりで株式会社 MJOY っていう会社と、まあ、ちょっと菅原社長とご縁がありまして、もともと菅原さんが、まあ、その人色をもともと作った方なので、まあ、そこでなんかこういうのがあるから、まあ、ちょっとやってみないみたいな、ちょうどそういう人材とか人材の会社の方だったんで、まあ、その方と一緒に何か面白いことができる、じゃあやってみようと思って、まあ、その人色に入ってみて、まあ、そこから3月からずっと、まあ、半年ちょっと今やってみてます。そこはどういった活動を使っている？人色はまあキャリア支援団体って言われるものなんで、まあ就活、基本的には就活だけではなくて、まあ、その人の人生に対してまあ、こういう刺激を与えたいとか、まあ、就活ももちろん その一つなんですけど、じゃあ何年後の未来まで、20年後の未来まで、まあ、ちょっと自分のキャリアを考えられる人材を作っていこうと、まあ、楽しくあと就活をしようっていうのを結構主にやってます。僕もなんか手伝ってみたいです。あ、本当ですか？もうすごいありがたいです。いや普通に、今それこそ僕らがやってるものが、ゴルファーにとってのキャリアモデルになればいいし、一つのゴールモデルになれたらなと思っていろいろ活動してたので、なんかお手伝いできたら、それこそ僕就活にゴルフ入れたいんですよ。あ、ぜひぜひ。っていうのがあって、理由としてはゴルフってもう人間性モロに出るんです。しかも私生活の部分が出るんですよ。全然イメージつかないですね。そうなんですよ。ラウンドって言ってコースに出ると、ゴルフすると、なんていうんだ、いい意味でボロが出る。その生き方も、いやちょっと怖いですね。そう、本当に本当に出るんですよ。びっくりさえ出るんで、そういうものを就活ってやっぱりこう対面というか、僕は就活をやったことないので分からないんですけど、イメージだけで言うとやっぱりこうスーツ着て座って呼ばれて、で机が、まあ、部屋にポツってあってどうぞみたいな、で履歴書見ながら面接をされるみたいな、ちょっと緊張するじゃないですか。こっちもリラックスして話せないしみたいな。それがゴルフだ、向こうの方がどういう方かもわからないで、永遠多分一方通行の質問だと思うんですよ。じゃなくてやっぱりその人もどういう人で、やっぱりどういう人が働いてる会社って僕は分かった方がちょっと安心できて、この人だって一緒に仕事したりとかっていうのは分かるんですけど、いやなんかもうそれがなんか僕たちの授業の始まりだ。焼肉のサービスだ。社長もなんか思いを持った人と、まあ、会ってもらって、そういう面接とか緊張した場じゃなくて、焼肉でも緊張するかもしれないですけど、でも
ですよね。まだこういうのに焼肉 焼肉でお話できるって全然違いますから、うん、だからそういった意味でもなんかゴルフってまだ接待で使われることがまだあるんですよ、はい、今のスタートアップはもうほぼないんですけどまだあるんで、学生からじゃ社会に出てゴルフやらなきゃない人増えてる、増えるっていうか一時期あるんですよ。やっぱり僕の同級生とかもやっぱゴルフ始めるんですね、ちょうど今時期、新卒で2年目とか社会人2年目3年目になってきて、ちょっとゴルフ誘われたから教えてみたいな結構連絡来るんですよ。でもやっぱりゴルフを一回もやったことない学生で知識がゼロなんで、何をどうやっていいかわからないし、じゃあ先輩から教えてもらってもなかなか上手くなれないしみたいな、結構つまらないんですよね。つまらないっていう方が多くてでやめちゃう。今は他に楽しいこともいっぱいあるんであんまりゴルフなんなんですけど、だったらもう学生の頃からある程度ゴルフの教養もつけてもらって、社会出たらゴルフやるんだよみたいなのがちゃんとつながってれば、はい、じゃあ就活ゴルフありやねっていう純粋に、いやいいですね、すごいいいです、思ってたんですよ、はい、それこそ僕の知り合いも20代後半なんですけど、ちょっとゴルフ誘われちゃってどうしようみたいな人もやっぱりいて、何人かいますね。やっぱりゴルフこの間行ってきたよって楽しそうに語る人もいれば、ちょっと初めてなんだけどどうすればいいかなみたいな人もいるし、本当にゴルフはいい意味でも悪い意味でもうまくその辺とも向いてるのかなとフォローしていただけたら、いやぜひやりましょう、嬉しいなと思って嬉しいです。こちらなんかそういうなんかボロが出るってどういうことかっていうと、言葉遣いなんですよね。自分の、思考がそのまま出ちゃう。あ、ミスするかもとか、あ、右行くかもとか、うわ最悪とか、あ、この人ネガティブなんだみたいな。あ、結果的に僕はレッスンとかもずっとしてきたんですけど、はい、コーチングも学ばせていただいたりとかして、サポートもずっとしてきたんですけど、はい、右に何か行けとかがあるとか、はい、うわ右行けやだな、バーンって右入るんですよ。あ、なんで右行ったんですか、うん、いや今右嫌だなって言ったからですよ。だからその、先にマイナスイメージをしちゃう、うん、先に成功イメージすると、はい、そういう風にするにはどうしたらいいんだって逆算が始まるんですけど、もう先にこっちなんで、うん、もう嫌だ嫌だっつってもう触れなくなって、なんで結果的に自分の言った言葉がそのまま結果なんで、思考現実になることをやってるだけなんですよ、うん、まさに大悟さんの本です本当にだからその辺がすぐ分かっちゃうなっていう、だからいい意味でもそういう思考を磨かれていくというか、考え方一つ捉え方一つでゴルフを上手くなったり下手になったりする、そういった意味でも自分の勉強にもなるし、どういう思考で普段生活されている方なんだなっていうのも分かっちゃう。やっぱ出ちゃいますね。やっぱこう例えば打ってみて、あやべえみたいな、あやべえもうダメなのかなとか、あやべえは打った後したみたいな打つ前になんかこう、うん、なんかネガティブなことを言うよりは、やっぱプロ野球選手ともあると言わないんですよ。よっしゃこれ絶対入れてやるって、まだ3回目とかですよ、ゴルフ3回目とかやってるのに、はい、超楽しそうに、はい、これ入りますから見せてくださいみたいな。いやすごい楽しそうですね、それ。そうで、やっぱり十何年もやってると、うん、入んの無理だよみたいな思っちゃうかもしれないですけど、実際そのキャリア関係ないんですよ、ゴルフって。3年始めてる人と15年やってる人でも3年の方が勝つ可能性もあるので、本当に全然ゴルフはそこも面白いとこ、長年やってるから上手いわけじゃないもろ、はい、になんか思考が出ちゃう。そうですね、本当に考え方と生活習慣がもろに出るスポーツなんで、はい、そういったものはなんかいいんじゃないかなっていうの、お互いに成長できますよね。そうするといいですね、確かにそうです、成長できますよね。面接する方もちゃんと考え方頑張ろうみたいな、うん、でこっちもこっちでやっぱりボロが出ちゃうから、学生からしてもその、もしその人事と一緒にやるってなったら、あ、この人事だ、めっちゃなんかマイナスなこと言うんだとか、そうそうそう、すごいポジティブだとか、そういうとこも見れますよね、学生からしたら。それが仕事にもつながってくる、うん、全然なんかそういうのでゴールドを使っていただけると、うん、面白いんじゃないかなっていうのは、うん、なんて思ってました。いやもう本当にもろに見えると思うんで、学生もそういうとこ見れるし、企業も見れるし、やっぱり学生と企業ってそのさっきおっしゃってたんですけど、面接だと一方通行になってしまうみたいな、やっぱイメージがあるんですけど、どっちかというと僕は形成したいのは、まあ、合意形成すること、うん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 、なんだろう、よく僕例えちゃうんですけど、その就活は恋愛だっていう結構多分言われる方多いんですけど、
まあ、自分がこう入りたい好きだみたいな感じの企業にアプローチして、まあ、人事にアプローチして、で人事はあこの人いいなみたいな、あこの人好きだみたいな、うん、でそしてやっとなんか合意付き合うみたいな感じで、まあ、会社に入るっていうのが決まると思うんで、そこはまあ学生だから、いや企業なんかあの学生だから企業いっぱいあるしなみたいな、うんうん、どこでもいいやみたいなとかじゃなくて、企業も企業でこう学生だから何なのみたいな威圧とかではなくて、うん、やっぱりお互いにこう歩み寄るっていうのが、うん、まあ、僕がなんか目指したい就活かなと。こうですね、そうなっていくと思います、はい、今ちゃんと、はい、言葉で僕も結構言葉に出さなきゃなと思って、ね、いや本当そうですよ、本当にもう発してるだけでそれが寄ってくるし、うん、僕らも最近そうだったので、コーヒー商品化したりしたいって言ったら、うん、あの協力してくださる方が現れて、もうすぐ話をする人、はい、こんなに早いスパンになると思ってなかった。やっぱ集まってきますよね、そういう人もですね、本当にあの引き寄せの法則があるかなと思います、ね、うん、はい、なんかこう、うん、僕はその働き方っていうと、うん、やっぱり時代も変わってるし、すごい流れも早くて、今言ったその10年前は氷河期だったけど、今は違うみたいな。で、たった10年じゃないですか、それって。たった10年でここまで早い変化があるってことを、これから先はもっと早いのかなと思ったりとか、まあ予想はできないですけど、まあそういうのも容易に想像つくかなと思ってて、そうなってくると、じゃあ今までの働き方は僕の中でやっぱり生きるためにやらなきゃない。やりたいことはできないよみたいな、よく言いますね、それ。よく言われるんです、僕は。そんなやりたいことばっかやって生きていけないぞみたいな。いや、生きていけないわけじゃないですって、命あるんですかみたいな。本当によくあれですね、ライフワークとライスワークで、本当にライスワークがやっぱり、まあ、生活するために、まあ、なんとか働いて稼がなきゃっていうので、ライフワークはやっぱり自分の、まあ、好きなことをして生きていくっていうのよく言われるんですけど、それもやっぱりライフワークで、やっぱ楽しみながらっていうのは本当に大事だと思う。それが今までよりもやりやすくなったというか、はい、できる環境があるのかなっていうのはすごい最近思うので、うん、まあ、やらなきゃないことももちろんやりますね、はい、ライスワークもやります、うん、ただライフワークも、うん、もちろん、うん、できる幅が広がったんじゃないかなと思うんで、うん、僕的な働き方で言うと、なんか好きなことをやって生きていくみたいなのが僕はすごい今腑に落ちてて、うん、それでもなんとかなるんじゃないかっていう、うん、簡単に言ったら超ポジティブ思考なんですけど、いや、ポジティブですよ、すごい、うん、その中でその選択をしていく、うん、できるんだよっていうのが前提にあって、そのためには何をしていくのかなっていうのが決まるんじゃないかなっていう、いろいろあるんで、やっぱりやり方とか生き方とかも、うん、ただ自分がどう生きたいかとか分かんなくても、うん、いや楽しく生きたいんですって人もいれば、いや好きなことこれとこれとこれ興味あるから全部やってみてこれにしますでもいいと思うんで、なんかそういう基準が、はい、なんかみんなここだからこことか、なんかやりたくないけどとりあえず、うん、まあ先輩いるしとかじゃなくて、うん、自分でなんかまず自分が何をしたいのかなっていうのを考えて、なんか選択してってほしいなみたいなのは、何がしてるかわからなくてもちょっと興味あるとかでもいいんですけど、うん、そういう感じがいいなみたいな思ってたりもしたがって、はい、なんか吉本さんはどういう思いなのかなっていうの、働き方に関しては、まあ、さっきも言ったんですけど、ライフワークとライスワーク、まあ、2種類があると思ってて、ただ世の中見てみると、まあ、ライスワークが多分8割ぐらい人口の割合でいうと、はい、でライフワーク好きなことでみたいなのが多分2割ぐらいかなって、まあ、肌感で思ってて、うん、で僕は結構しょうがないって思って諦めてるわけじゃないんですけど、うん、もうそこは結構何十年何百年と変わってないって僕は思ってて、うん、もちろんそこを変えようとも思ってます今、うんうん、やっぱりライフワークイコール、まあ、なんかクリエイティブな仕事っていう定義づけではなくて、うんうん、ライフワークはまあ楽しみながらやっぱ仕事をしてる人っていうのが僕的にはしっくり落ちてくるんで、まあ、楽しみながら仕事ができる人を増やしたいなっていうのがですね、あ今のはいじゃないですか、はい、すああ、はい、楽しみながら仕事をできる人、うん、いいですね、すごい僕は今楽しみです、ありがとうございます
なんか今の話で言うと、はい、その今の労働ができたっていうか、うん、そのライスワークって言われるようになったのって、うん、多分あの高度経済成長の頃の日本って、うん、働いてる人たちみんな抱えてたと思うんですよ。それこそ農民の時代だってすごかったし、志が半端じゃなかった、ね、一人一人。いや俺は絶対この会社で何かしてやるとか、みんなにできるでしょっていう今はスタンスかもしれないですけど、昔はそうじゃなくてちゃんと一人一人に価値があったし、しかも価値提供できたと思うんですよ。そんだけまだブルーオーシャンがいっぱいあって、世の中が成熟してなかったんで、あのテレビを作りましたとか、でもものづくり最強だったんで日本は。だからその企業にいるだけで自分もハッピーというか、いやみんなにこんなに使ってもらって嬉しいみたいな。今もう色も何もつけられないぐらい劣等じゃないですか。だからなんかすごい昔が羨ましいなと思っちゃう自分がいて、本当に僕も思います。それ楽しそうなんだ、こういう発明ができた時代なんだろうな。本当何もないとこからスタートしたじゃないですか、うん、戦争で負けちゃってゼロからスタートしてっていう築き上げてきた人たちがすごくやっぱりいて、僕の父親とかもその世代だと思うんですけど、本当にその方たちのおかげで今があるのかなっていうのはすごい感じますね、はい、昔の方々の頑張りというか、うん、それがあって今の僕らがあるのかなっていうのも思うし、はい、またねそういう新しい形でなんか僕らなりの若い世代で、うん、なんか次の世代を盛り上げていけるようなキャリアを歩んでいけたらいいかなと思ったりしてました、はい、すみません。じゃあ最後にいいですか、もう花なんかあります、話したい、話したいこと、まあ、僕が目指していることの、まあ、一つであるのが、まあ、離職率、まあ、3割っていうのが結構よく言われて、まあ、3割なかなか切らないとかっていう話があって、それって結局あの、まあ、大学生とかだったら大学3年生4年生の時に、まあ、就活とかこう誰か、なんか面白い大人とか、まあ、なんかすごいクリエイティブなことやったりとか、まあ、企業のなんだろうな、まあ、誰でもいいんですけど、まあ、働いてる人と触れ合ったことないっていう人が多分なんかそうやって仕事離れていってしまう、転職とは別だと僕はちょっと考えてて、まあ、3年以内に 30% の人が辞めてしまうっていうのはやっぱりちゃんと就活をしてこなかった、ちゃんと、まあ、いろんな人と関わってこなかったからなのかなって思ってるんで、なんかまあそこ少しでも楽しくやっぱり就活とかしながら、まあ、キャリアを描くっていうことをしながら、なんかまあ、まず仙台からどんどん面白いことをやって、まあ、巻き込む人を増やしてなんか一緒に面白い社会作れたなって思ってます。仙台出身なんで嬉しいですね。あ、そうですか。はい、学と仙台なんですもんね。そうですね、学と仙台ですね。僕も去年知ったぐらいで全然知らない。ずっと仙台です。ずっと仙台でゴルフしか始まらずゴルフ場にしか興味なかったんで、あ、仙台学生そんなにいっぱいいるんだってちょっと衝撃だったんですけど、だからこそなんか面白いことができる人いっぱいいるんじゃないかなと思っているので、はいはい、ぜひなんか、うん、僕も協力できることがあったら、はい、いやお願いします、ね、よろしくお願いします。こちらもそう、まあ、運動会もありますし、ね、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、じゃあ最後に、はいはい、締めていただけますか。あ、僕がじゃあ最後にですね、まあ、まとめとして、働き方の本質とはということで、はい、一言、一言、はいはい、働き方の本質とは、はい、とことん仕事を楽しむことだと思います。はい、ありがとうございます。本当に楽しくお話できたので、はい、勉強になりました。いや、こちらこそすごい楽しかったです。ありがとうございます。そこからもね、さらに盛り上げられるように、はいはい、協力しながら、はいはい、やっていきましょう。はい、盛り上げましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今回の動画はこれで以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。バイバイ。星空が君に会いたい。